今一番危険な場所って、私たちのいる極東アジアが、地理的な意味でも脅威が迫っているとの見方もあり、日本防衛省も、体抑止効果を最大限まで引き上げようとしている。そんな中、護衛艦加賀の第一段階の改修工事が完了したとの情報を入手しました。今回は、F-35B 戦闘機認証テスト開始間近を詳しく見ていきます。護衛艦いすも、加賀の空母化が進む中、トマホークの導入など急ピッチで、装備品の補充が進んでいます。日本は、ギリギリのラインで野党が理解しました。遅いよマジで。日本では、海上自衛隊が現在保有、運用中の艦艇の中で、最大の排水量を、誇る出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻、1番艦にしてネームシップの出雲と、2番艦の加賀の航空母艦化改修が進められている。就役当時の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻は、対潜哨戒を主任務とする回転翼機を、最大で14機運用可能な母艦として、海外の軍事メディアでは、当初からヘリコプターを運用する航空母艦との見方がなされていた。しかし、日本政府のこれまでの公式な見解は、武力紛争の相手国に対して、その国土に対し、壊滅的な破壊を与えることのみを目的とした兵器を攻撃的兵器と定義づけており、それらの保有は行わないとされてきた。ここで言う攻撃的兵器の代表例として、当時の日本政府は、1大陸間弾道弾、2戦略爆撃機、3攻撃型の航空母艦という3種の兵器を挙げ、それ等の兵器の保有を専守防衛を掲げる自衛隊では行わないと表明していた。そのため、今回のように、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻を、いわゆる第5世代戦闘機である固定翼機の F-35 ライトニング 2B 型を艦載し航空母艦化するにあたっては、野党側から、先の見解に反するとして批判にさらされている状態だ。従来の太平洋戦争後に、歴代の日本政府が掲げてきた、日本国憲法と自衛隊の装備品をめぐる政治的な整合性の問題の矛盾が、否が、追うでも出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修には影を落としているように見える。ただし、今のところ、日本政府は、これまでの見解を覆すことなく、あくまで、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、改修後も、攻撃的な航空母艦には該当しないという解釈であり、その配備と運用は、専守防衛に反さないという姿勢を崩していない。しかし、確かに、先に挙げた攻撃的な兵器の例として、現状日本は、1大陸間弾道弾、2戦略爆撃機ともに保有してはいないが、これらが挙げられた当時より、はるかに長射程な巡航ミサイルの調達と配備も並行して進められている。そもそも、大前提として、日本国憲法と整合性を取るため、自衛隊は戦力に該当しないと政治的には強弁していること自体が、強敵な日本が置かれた安全保障環境を考慮しても、かなり無理のある理屈だと個人的には思えてしまう。そもそも、純然たる敵の各種ミサイルや航空機を撃墜するための防空ミサイルのような兵器を除けば、ある任意の兵器を、純然たる攻撃的な兵器か否かの線引きを行うことは非常に困難で、本質的な議論には発展しないだろうと感じる。そうした政治的な解釈の問題は、未解決のまま、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修は、現実のものとして進められているが、世界に目を向けてみると、航空母艦の艦載機にも、大きな変革の波が訪れている。この2023年11月17日に、イギリス海軍のクイーン・エリザベス級航空母艦の2番艦のプリンス・オブ・ウェールズにおいて、アメリカのガーシ・ジェネラル・アトミクス・エアロノーティカル・システムス社の無人航空機の発着艦テストの成功が発表された。イギリス海軍のクイーン・エリザベス級航空母艦は、日本の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦と同様に、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする艦艇として著名な存在だが、その2番艦プリンス・オブ・ウェールズで、無人航空機の運用もテストが行われたというものだ。今回、
プリンス・オブ・ウェールズでの発着艦テストが行われたガーシ・ジェネラル・アトミクス・エアロノーティカル・システムス社の無人航空機とは、モハベと呼称されている UCAV 無人戦闘機に分類されるタイプの機体である。モハベは、2009年からアメリカ陸軍で運用が開始されている MQ-1C グレーイーグルの派生、発展型というべき機体であり、エストール短距離離着陸能力の高さと兵装の搭載量が大きく向上していることでも知られていた。ガーシ・ジェネラル・アトミクス・エアロノーティカル・システムス社によれば、モハベは2021年末には 152.4m 100フィートの滑走路があれば発着陸が可能とされており、航空母艦ならばこの距離の確保は容易だろう。ただし、モハベはもう一つのセールスポイントである大きな兵装搭載量を活用する場合、最大数で16発のヘルファイア対戦車ミサイルを装備し、25時間以上の飛行を行える状態では、487.6m、1600フィートの滑走距離が必要とされていた。ここまでの重兵装だと、航空母艦の飛行甲板からモハベを発着艦させることは物理的に不可能であり、搭載する燃料を減らし、兵装を施さず、偵察任務を主体とする運用について、プリンス・オブ・ウェールズでの発着艦テストが行われたと見るべきなのだろう。今回のモハベのプリンス・オブ・ウェールズへの発着艦テストの実施に関して、当のイギリス海軍は、ヨーロッパの航空母艦としては初の試みだったと述べており、この表現からは、アメリカ海軍の航空母艦や強襲揚陸艦では、すでに、テスト済みとの印象を受ける。また、ガーシ・ジェネラル・アトミクス・エアロノーティカル・システムス社では、アメリカ空軍が2007年から運用を開始している MQ-9 リーパーも生産しているが、こちらも標準では1067メートル3500フィートほどの滑走距離が運用には必要となっている。そこで、ガーシ・ジェネラル・アトミクス・エアロノーティカル・システムス社は、MQ-9 リーパーの滑走距離を短縮する目的で、主翼と尾翼を乾燥するキットを開発。これを用いることで、304.8メートル、1000フィートまで滑走距離を短縮することが可能だとしている。日本でも、MQ-9 リーパーをベースとした MQ-9B シーガーディアンは、海上保安庁が導入済み、海上自衛隊が導入準備を進めており、この滑走距離を短縮する目的の主翼と尾翼を乾燥するキットへも対応していることが確認されている。しかし、海上自衛隊の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、全長でも 248.0 メートルの大きさであるため、仮にこのキットを実装しても、同艦での発着艦は物理的に不可能なため、その運用は期待することはできないだろう。こうした状況を日本に対するビジネスの好機と捉えてか、トルコのバイラクタル社はロシア・ウクライナ戦争の初期に世界的に名を馳せた無人航空機バイラクタル TB2 をベースとしたバイラクタル TB3 のアピールを行ってきている。バイラクタル TB3 はベースとなったバイラクタル TB2 に比して全長で 1.85 メートル増の 8.35 メートル、全幅で2.0 メートル増の 14.0 メートルと機体自体が大型化され、機関部も72馬力増の172馬力まで強化されている。このバイラクタル TB3 はトルコ海軍の強襲揚陸艦であるアナドル、全長 232.0 メートル、全幅 32.0 メートルの規模の艦艇で運用可能であるため、当然、海上自衛隊の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦でも、容易に運用は可能とめされる。もともと、トルコ海軍の強襲揚陸艦アナドルも、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する目的で建造された艦艇ではあるが、アメリカの意向を無視して、ロシアより S-400 対空ミサイルシステムを調達したことで、それが行えなくなった経緯がある。そこで、苦肉の策として、図らずも、ロシア・ウクライナ戦争や、その前のナゴルノカラバフ紛争で一躍注目されたバイラクタル TB2 を足がかりに、その艦載基盤として大型化したバイラクタル TB3 の売り込み先を確保したい意向が見える。しかし、残念ながら、昨今のロシア・ウクライナ戦争では、すでに敵の防空網が強化された空域において、
ガイラクタル TB2 の活動余地が失われている事実を考慮すれば、輸出先を確保する動きは厳しいと言わざるを得ないだろう。